ディのトリビアコーチャー、イエーイ。挨拶するときにオスオラペリーとかってオスって言うじゃない？そのオスなんだけど、おはようございますを略した言葉なんだって。アンビリーバボー。じゃあまた来週。ご機嫌いかがですか？バニラエースです。今回はメルカリで購入したファミコンソフトの2本セット、4000円で購入したものと同じくファミコンソフト2本セット、4500円で購入したものを紹介するんですけれども、やらかしちゃいました。一体何をやらかしたのか、早速本編行ってみましょう。まずは2本セット4000円の袋から紹介していきます。1本目はこちら、桃太郎電鉄。まあ今ね、桃太郎ついたらね、桃太郎電鉄の方が有名なのかもしれないですけど、もともとはこの桃太郎電鉄っていうのがね始まりですからね。でこれ RPG になっておりまして、ボードゲームじゃありませんよ。で純和風でギャグ要素が多いということで、まあ、ドラクエなんかとはね、すごい、全く違った方向のねゲームになっております。まあ、ちなみに私はねまだちゃんと遊んだことがないので、しっかり遊びたいソフトの一つです。はい、ということで1本目、桃太郎伝説でした。続きまして2本目はこちら、桃太郎伝説外伝ですね。はい、まあ、ファミコンソフトの中では結構高額ソフトに入るソフトなんですよね。でこれはね、桃太郎伝説の、サブキャラクターたちを主人公にした、オムニバスストーリーの RPG になっています。ちなみにね、ゲームボーイ版と PC エンジン版がありますね。はい、ゲームボーイ版はすでに持っております。はい、ということで桃太郎伝説外伝でした。次にこちらのね4500円の袋を見ていきましょう。4500円の袋1本目はこちら、エスパ冒険隊魔王の砦。これをソフトと取説のセットで購入しました。まあ、このゲームなんですけど、まあ、今でいう探索型のねアクション RPG になるのかなって思います。敵を倒して、経験を積んで能力を上げつつ、探索範囲を広げていくみたいなね、まあ、そういうゲームかと思うんですが、それよりもね、まあ、我々の世代で一番印象に残ってることが、めちゃくちゃジャンプ力があるんですよね、キャラクターの。もうぴょん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 めちゃめちゃ高い、ところを飛んでいくというね、多分ファミコン史上最もジャンプ力のある登場キャラクターたちが出るゲームなんじゃないかなって思いますね。はい、まあ、気になる方はねゲーム画面出しときますんでね、それでご確認ください。めちゃ飛んでるなと思います、多分ね。はい、ということでエスパ冒険隊でした。続きまして2本目はこちら、桃太郎伝説外伝。はい、ということで、そうなんです、桃太郎伝説外伝をダブって買ってしまったんです。4000円の方を、2021年、まあ、昨年の7月に買って、まあ、動画で紹介せずにずっと保管してあったんですけども、まあ、それを忘れて、まあ、約半年後のですね、まあ、12月に
4500円の、セットでね、購入してしまったんですよね。まあ、光学ソフトだけに、まあ、お金がね、めちゃめちゃもったいなかったですね。まあ、コレクターってね、コレクションが多くなってくると、まあ、自分が何を持ってるか時々、まあ、分からなくなってしまうことがあるんですよね。リストでちゃんとね、管理しとけばこんなことにはならなかったんですよね。私もね、ちょっとリストを作る前だったので、ちょっとね、悔やみましたね。いかがだったでしょうか。以上、メルカリで購入したファミコンソフト4本でした。光学ソフトのね、桃太郎伝説外伝をまさか重複して買ってしまうとは、もう貧乏コレクターにはね、痛恨のミスです。で、この余った桃太郎伝説外伝はどうしようかなって今考えてるんですけど、まあ、もしね、登録者1000人になったら記念福袋でも作って、まあ、プレゼントとかにしちゃうかなーとかって思ったりもしています。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴いただきましてありがとうございました。それではチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。では次回の動画、次回の配信でお会いしましょう。バイなら。